シンシナティベンガルズはアメリカ合衆国をハイオ州シンシナティに本拠地を置く NFL チーム AFC 北地区に所属している。ホームスタジアムはポール・ブラウン・スタジアムでチームの本部も位置している。クリーブランド・ブラウンズのヘッドコーチを務めていたポール・ブラウンによって1966年に設立され1968年よりアメリカンフットボールリーグの10番目のチームとして プレーを開始した。1970年の AFL と NFL の合併により、AFC 中地区の所属になり、2002年からは AFC 北地区に所属している。ポールはチーム創設から1975年までヘッドコーチも務めていた。現在はポールの息子、マイク・ブラウンがオーナーを務めている。スーパーボールには第16回、第23回と出場しているが、 いずれもサンフランシスコ4 9ナ,ナーズに敗れている。1990年代から2000年代にかけて長らく混迷を極めており、1990年シーズン以降プレイオフで勝利していないのは、現在の NFL32 チームの中で最も長い間隔である。元、AFL で現在も残る10チームのうち、スーパーボール制覇をしてないのはベンガルズのみである。 1963年1月、クリーブランド・ブラウンズから追い出されたポール・ブラウンは、再び、プロフットボールチームを指揮したいと考えていた。また当時のオハイオ州知事のジムローズも州内に2つ目のプロフットボールチームを誘致したいと考えており、シンシナティがチームの候補地に決定された。ブラウンは、新チームの愛称を1937年から1942年に、 かけて、シンシナティに存在した、プロフットボールチームの名前から取ってベンガルズと名付けた。ベンガルトは、アメリカでも古い歴史を誇るシンシナティ動物園にいた、白いベンガルトラにちなむ。本拠地はニッパートスタジアム。1968年に、AFL のエクスパンションチームとして設立された。当時 MLB のシンシナティレッツが手狭となった。 クロスリーフィールドに代わる新しいスタジアムを欲しており、1957年に、ナショナルリーグのドジャース、ジャイアンツがニューヨークからフランチャイズを移転していたことも、あり、オハイオ州知事、ハミルトン軍、シンシナティ市長は新しく、多目的スタジアムを建設することに合意し、リバーフロントスタジアムが建設され、AFL と NFL の統合後最初のシーズンである1970年から、 ベンガルズも本拠地をニッパートスタジアムから移転した。AFL と NFL が統合した際、ベンガルズは AFC 中地区に所属したが、主に AFL 所属チームで構成された AFC に、QNFL からクリーブランド・ブラウンズ、ピッツバーグ・スティーラーズ、ボルチモア・コルツが所属することとなり、ブラウンズ、スティーラーズはベンガルズと同じ中地区に所属することとなった。 ブラウンズのアートモデルオーナーとポール・ブラウンの間には因縁があり同じオハイオ州内同士のチームということもあり、ここに強いライバル意識を持つ関係が作られた。チーム創始者でオーナーとヘッドコーチを務めたポール・ブラウン1968年、チームは3勝11敗に終わったが、RB のポール・ロビンソンが1023ヤードを走り、AFL の最優秀新人選手に選ばれた。 ポール・ブラウンがヘッドコーチを務めたが彼はドラフトで平均より知性の高い選手を取ることを好んだ。ハーバード大学から PWR であったポール・マキナリー、ダートマス大学からは LB のレジー・ウィリアムスが入団した。この戦略のためか多くの引退選手が解説者として成功を収めた。1969年の NFL。 AFL ドラフト全体5位で、QB グレッグ・クックを獲得。彼はこの年 AFL 最優秀新人に選ばれた。1970年シーズン、AFL と NFL の統合がされた初のシーズン、チームは1勝6敗から、最終週にボストンペートリオッツを45から7で、破り7連勝し、8勝6敗で、AFC 中畜優勝を果たし、プレイオフに出場した。プレーオフでは、 第5回スーパーボールに出場したボルチモアコルツに0から17で敗れた。1970年代にチームは3回プレーオフに進出したがいずれのシーズンもプレーオフで勝利を挙げることはできなかった。1972年12月17日のヒューストン・オイラーズ戦ではチーム史上最多得点となる61から17で勝利した。この試合では ディフェンスバックのレマーパリッシュがチーム記録となる3インターセプトをマークしている。この年5年目の RB エセックス・ジョンソンがチームトップの825ヤードを走った。1973年シーズン最後の6試合に勝利し10勝4敗で地区優勝を果たしたがマイアミオレンジボールでこの年第8回スーパーボールを制する。 マイアミドルフィンズに16から34で破れシーズンを終えた。ASRB のエセックス・ジョンソンは一旦は1000ヤードランを達成したが、シーズン最後のプレーで5ヤードをロスし997ヤードでシーズンを終えた。1974年11月10日のピッツバーグスティーラーズ戦では、ケン・アンダーソンが22本中20本のパスを成功、1試合における。 パス成功率 NFL 記録を作った。この年、アンダーソンは、QB レーティングで、NFL の QB トップの成績を残した。1975年11月17日、マンデーナイトフットボールでのバッファローウィルズ戦で、相手 RB のオージシンプソンに197ヤードを、走られたがアンダーソンが、アイザック・カーティスへ137ヤード、チップ・マイヤーズへ108ヤード、 チャーリー・ジョイナーへ90ヤードなど、パスで447ヤードを獲得し33から24で勝利した。チームは、フランチャイズ史上最高勝率となる11勝3敗の成績を上げて、アンダーソンは2年連続 NFL の q b レーティングトップとなったが、スティーラーズが12勝2敗で、地区優勝し、ワイルドカードでのプレイオフ出場となった。第5週に14から10で破っている。 オークランドレーダースとの対戦となったが28から31で敗れた。1975年シーズン終了とともに、ポール・ブラウンはヘッドコーチとして8シーズンで40勝32敗の成績を残しオーナー兼ゼネラルマネージャーとなった。1976年12月12日のシェイスタジアムでの NFL 最後の試合となったニューヨークジェッツ戦で、 相手 QB のジョー・ネーマスを4回サック、ディフェンスバックのケン・ライリーは3インターセプトして42から3で勝利した。この試合がネーマスのジェッツでの最後の試合となった。コイベーコンはこのシーズン、22回相手 QB をサック、したがサックが NFL の公式記録となるのは1982年まで。 待たねばならなかった。1976年からビル・タイガー・ジョンソンが指揮を取っていたが1978年シーズン開幕から5連敗したところで辞任2年余りでの成績は18勝15敗であった。彼の後任にはホーナー・ライスが就任し1979年シーズンまでヘッドコーチを務め8勝19敗の成績であった。この間、 1978年10月22日のバッファロービルズ戦では5ラレーとチーム史上最小、得点での勝利もあった。1999年までの本拠地、リバーフロントスタジアム1980年代に、チームは2回スーパーボールに出場を果たしたが、いずれもサンフランシスコ 49ers に敗れ優勝はならなかった。1980年からは、 フォレスト・グレッグがヘッドコーチとなった。12月21日のクリーブランド・ブラウンズ戦で、でのエディ・エドワーズは相手 QB ・ブライアン・サイプをモサックするチーム記録を作った。1981年シーズン、この年よりヘルメットを島のものに変えた。シアトル・シーホークスとの開幕戦で、ケン・アンダーソンがパス15回中5本成功。 前半だけで3インターセプトをきちしれから21とリードをされた。控え QB のジャック・トンプソンも負傷していたため、第 3QB のターク・ショナートがリリーフし、27から21と逆転勝利した。開幕戦での不調にもかかわらず、アンダーソンは残り15試合でわずか7、インターセプトしか相手に与えず QB レーティングトップとなり、シーズン MVP となった。 また RBP とジョンソンは1077ヤードを走った。11月8日のサンディエゴチャージャーズ戦でルイス・ブリーデンのにインターセプトする活躍などで40から17と勝利した。このうち1回は102ヤードのインターセプトリターン TD となっている。チームは12勝4敗で地区優勝を果たし、翌年1月3日、地元リバーフロントスタジアムでのバッファロービルズで プレイオフ初勝利を挙げた。1月10日に行われた AFC チャンピオンシップゲームのサンディエゴチャージャーズ戦はフリーザーボールと呼ばれることになるほどの寒さの中で行われた。風速による影響も考慮した体感温度は氷点下45度となり NFL 史上最も低い条件となった。27から7でベンガルズが勝利し、 デトロイトのポンティアックシルバードームで行われた第16回スーパーボールに進出した。この試合はメイソン・ディクソン戦より北で行われた初めてのゲームとなった。この試合は対戦相手であるサンフランシスコ・フォーティナイナーズと共に両チームがスーパーボール初出場であった。ベンガルズは前半ミスが目立ちゲーから20と当時のスーパーボール史上最も点差をつけられて、 ハーフタイムを迎えた。後半に入り反撃が始まり15点差を詰めたが21から26で敗れた。敵陣1ヤードまで攻め込みながらフォース、ダウンギャンブルの失敗もあった。ベンガルズはこの試合で3つのスーパーボール記録を作ったが勝利につなげることはできなかった。百八十二年シーズン十一月十八日のロサンゼルスレーダー戦でケンライリーが 相手 QB のジム・プランケットから自身の記録体となる3インターセプトをマーク31から17と勝利した。12月20日のマンデーナイトフットボールのサンディエゴチャージャーズ戦でケン・アンダーソンはチーム記録となる40本のパスを成功させたがチームは34から50で敗れた。このシーズンケン・アンダーソンは NFL 記録となるパス成功率70.55%を達成。最終節のオイラーズ戦では20本連続パス成功の NFL の記録も作った。プレーオフではニューヨークジェッツをホームで迎え撃ったが17から44で敗れた。1983年シーズン終了とともにグレッグヘッドコーチは辞任した。4シーズンの成績は28勝17敗であった。 1984年からベンガルズの元控え QB だったサムワイチがヘッドコーチとなった。この年5月チームは過去7年チームのリーディングラッシャーとなったピート・ジョンソンをプロ入りから3年で1471ヤードしか走っていないサンディエゴ・チャージャーズの若手 RB ジェームズ・ブルックスとトレードした。このトレードは大成功でブルックスは その後8シーズンチームに在籍し6447ヤードを走りチームのリーディングラッシャーとなった。またプロボールに4回選ばれた。10月28日のヒューストン・オイラーズ戦で FB のラリー・キンブリューが4タッチダウンのチーム記録を作った。1986年シーズン9月28日、スーパーボールチャンピオンのシカゴ・ベアーズをホームに迎えたが、 7から44とフランチャイズ史上に残る大敗を喫した。12月21日のニューヨークジェッツ戦でブーマー、アサイアソンがゴー号 TD パスを投げるチーム記録を作った。このシーズンを最後に、ケン・アンダーソンは引退した。1987年9月20日、サンフランシスコーティナイナーズ戦でチームは試合残り54秒、26から20とリードし、 自陣45ヤード地点でボールを持っていた。ここから、ディレイオブゲームなどで、残り6秒、自陣30ヤードまで交代した。サム・ワイチヘッドコーチはここでパントを蹴らずに、ブルックスを走らせたが、相手ディフェンスに止められ、2秒を残して攻撃権を渡した。ここで、ジョ棚モンタから、ジェリー・ライスへの25ヤードの TD パスが決まりチームは26から27で破れた。 1988年シーズンには開幕から6連勝した後10月16日のニューイングランドペイトリオッツ戦でアサヤソンが5インターセプトのチームワーストの記録を作り破れた11月6日のピッツバーグスティーラーズ戦で WR のエディブラウンがチーム記録となる216ヤードのレシーブ記録を作り勝利した12月17日のシーズン最終週の ワシントン・レトスキンズ戦を延長の末、ジム・ブリーチの FG で20から17で破り12勝を4敗で5度目の地区優勝を果たした。QB ・アサイアソンは QB レーティングトップとなり、シーズン MVP に選ばれた。プレイオフでもシアトル・シーホークスを21から13、バッファロー・ビルズを21から10で破りマイアミのジョー・ロビー・スタジアムで行われた第23回。 スーパーボールに出場した。試合前夜に FB のスタンリー・ウィルソンがコカインの使用で逮捕されて試合に出場できなくなった。このためワイチヘッドコーチはキックオフ1時間前にゲームプランの練り直しを迫られた。オールプロのノーズタックル、ティム・クラムライが第1球開始早々、ロジャー・クレイグにタックルした際に負傷退場した。 第4球にエンドゾーンで、ルイス・ビラップスが、ジョー・モンタナのパスをインターセプト仕掛けたが、次のプレイで、ジェリー・ライスへのタッチダウンパスが通り13から13の同点となった。ブリーチの FG で16から13とベンガルズが、リードし、続くキックオフで、イリーガルブロックの反則もあり残り時間3分10秒で、フォーティナイナーズ自陣8ヤードからの攻撃となった。 ここから、モンタナの有名なドライブが始まった。ライスやクレイグへのパス、クレイグのランで、ナイナーズはボールを前進させ、最後は、ジョン・テイラーへのタッチダウンパスが残り時間34秒で、決まり、11プレイ92ヤードの逆転ドライブが終了した。その後の反撃は失敗し、16から20で、ベンガルズは敗れた。1989年シーズン。 10月29日のタンパベイバッカニアーズ戦ではアサイアソンが5タッチダウンパスを投げトータルでチーム記録となる8タッチダウンを挙げた12月17日のヒューストン・オイラーズ戦で61から7と圧勝したが翌週敗れ8勝8敗でプレーオフを逃した1990年10月7日ロサンゼルスラムズ戦でアサイアソンが チーム記録となる490ヤードを投げた。オーバータイムに、ブリーチの決勝 FG が決まり34から31で勝利した。1991年8月5日、ポール・ブラウンオーナーが亡くなった。チームは3勝13敗に終わった。シーズン終了後、サム・ワイチはチームを去ることになったが、マイク・ブラウンは、ワイチが辞任したと述べ、一方、ワイチは解任されたと述べている。 1992年、ドン・シュラの息子、デーブ・シュラが NFL 最年少ヘッドコーチとなったが高成績を収めることができず1996年に1勝6敗となったところで解任された。シュラヘッドコーチの通算成績は19勝52敗であった。1992年チームはドラフト1巡目でデビッド・クリングラーを獲得した。 1994年には DT ダン・ウィルキンソン、1995年には RB キジャナ・カーターを NFL ドラフト全体1位で指名したが、チーム成績は上向きにはならなかった。1995年8月17日、デトロイト・ライオンズとのプレシーズンゲームで、この年、トレードアップにより手に入れたドラフト全体1位で、指名したキジャナ・カーターが膝を負傷し、 シーズン絶望となった。カーターはキャリアで100ヤードを超えることわずか1試合、1999年シーズン、終了後キャリアを終えた。1996年、デーブ・シュラが1勝6敗で辞任した後、かつてチームのタイトエンド、オフェンスコーディネーターを務めたブルース・コスレットが就任し、シーズン残り試合を7勝2敗で終えて、8勝8敗の5分でシーズンを終えた。 1997年12月4日、コーリー・ディロンが40年前に、ジム・ブラウンが作った、NFL 新人ラッシング記録を塗り替える246ヤードを、走り41から14で勝利した。1998年、長年チームのオフェンスラインを支えていた、アンソニー・ムニョスが、プロフットボール伝導入りを果たした。2000年に移転したポール・ブラウン・スタジアム2000年に、チームは、 ポール・ブラウン・スタジアムに移転した。チームは開幕から3試合合計で7得点しか取れず、3試合目のボルチモア・レイブンズ戦で0から37と敗れた試合がコスレットヘッドコーチの最後の試合となった。彼がヘッドコーチの期間、チームは21勝39敗であった。後任にはディフェンスコーディネーターを務めていたディック・ルボーが就任した。ルボーは ゾーンブリッツを取り入れチームのディフェンスは向上したが、チームの勝利には直結せず2002年は2勝を14敗に終わるなど、12勝33敗でチームを去った。2000年10月22日のデンバーブロンコス戦で、コーリー・ディロンが、それまで、ウォルター・ペイトンが持っていた1試合のラッシング、NFL 記録である275ヤードを更新する278ヤードを走り、 チームは31から21で勝利した。2003年にボルチモア・レイブンズ・ワシントン・レッド・スキンズでディフェンスコーディネーターを務めたマービン・ルイスがヘッドコーチに就任した。またドラフト全体1位で QB ーーカーソン・パーマーを指名した。パーマーはこの年出場機会を得られなかったが QB ーージョン・キトナがカムバック賞を受賞する活躍を見せてチームは 開幕から9連勝していたカンザスシティチーフスを破るなど8勝8敗で終えた。シーズンオフにルイスヘッドコーチは4年契約を結んだ。2004年には2年目のカーソン・パーマーが先発 q b となった。同年のブラウンズ戦は58から48という1970年に AFL と NFL が統合して以降、 両チームによる合計得点最高記録を樹立することとなった試合を制した。この年は8勝8敗で終えた。2005年、チームは1990年以来15年ぶりに勝ち越し11勝5敗で地区優勝を果たし15年ぶりにプレーオフ進出を果たしたが初戦で同地区のライバルピッツバーグスティーラーズに敗れてシーズンを終えた。2006年には 選手9人が逮捕されるなどフィールドの外での不祥事が目立った。チームは8勝8敗でシーズンを終えた。その後2007年は7勝9敗で終えた。2008年、この年は怪我人が続出し、エース QB のパーマーは4試合しか出場できず、開幕から8連敗したものの、このシーズンからディフェンスコーディネーターとなったマイク・ジマーによりディフェンスは改善されて、 最後の3試合では9球連続で相手にタッチダウンを許さず後半の8試合を4勝3敗1分と4勝11敗1分でシーズンを終えた。2009年、過去3シーズンチームトップのレシーブヤードを獲得していた TJ フーシュマンザーデとの再契約を目指したが彼はシアトルシーホークスに去った。この年10月8日にマイクジマーディフェンスコーディネーターの妻が亡くなり、 12月17日にはクリス・ヘンリーが自己死するという不幸が重なった。チームはそれを乗り越え10勝6敗で4年ぶりに地区優勝を果たすとともに同地区対決で6戦全勝した。これはチーム創設以来の快挙であった。9月20日のグリーンベイ・パッカーズ戦ではアントワン・オドムが5サックを挙げた。10月4日のクリーブランド・ブラウンズ戦ではオーバータイム残り4秒で、 シェーン・グレアムが31ヤードの FG を決めて23から20で勝利した。プレイオフ初戦でニューヨーク・ジェッツに敗れた。シカゴ・ベアーズに在籍していた当時問題児扱いされ、前年にチームに加入したセドリック・ベンソンが1251ヤードを走った。2010年、チームには優勝を渇望しているベテラン WR ・テレル・オーウェンスが加入したが、 チームはミスが目立ち不審にあえてい,いる。2011年から2019年まで在籍した QB アンディダルトン2011年カーソン・パーマーがチームから放出されることを訴えた。チームはドラフト一順で WR の AJ グリーン、二順で QB のアンディダルトンを獲得。チームは9勝7敗で AFC 北地区3位ながらプレーオフ出場を果たした。なお、 トレード期限ギリギリにパーマーは、オークランドレーダースに2012年のドラフト一巡、2013年のドラフト二巡指名権と引き換えに、トレードされた。シーズンは、グリーンとダルトンの新人コンビが、合計157ヤードを獲得するなど活躍を、果たし、ワイルドカード枠で、プレーオフへの進出を果たした。プレーオフでは、ヒューストンテキサンズに敗れて、シーズンを終えた。 2012年、10勝6敗となり2年連続で、プレーオフに出場した。しかし、プレーオフ初戦で、再びテキサンズに敗れ敗退となった。2013年、地区優勝を果たし、3年連続で、プレーオフに進出するも、初戦で、サンデーゴチャージャーズに敗れ敗退した。マイク・ブラウンのオーナー就任以降のプレーオフ戦績は、0勝5敗となった。2014年、 開幕4連勝を果たすなど好調を維持し、チーム初となる4年連続でプレーオフに進出する。しかし、初戦でインディアナポリスコルツに敗れ、4連続のプレーオフは全て初戦敗退となった。2015年、開幕8連勝を果たすも後半に敗戦が続いた。地区優勝で進んだプレーオフでは、ピッツバーグスティーラーズにラスト1分での逆転負けを喫し、 NFL 史上初となる5年、連続プレイオフ初戦敗退という不名誉な記録となった。2016年、アンディダルトン、ジョニー・バーナード、ジェレミー・ヒルラ主力が相次いで離脱し、プレイオフの連続出場記録は途絶えた。ダルトンにとっては、プレイオフに進出しなかった初めてのシーズンとなった。2017年、開幕から敗戦が続き、 マービン・ルイス HC の身体もかかっていたが、7勝9敗でシーズンを終え、プレイオフ出場とならなかったものの、ルイスは残留が決まった。2018年、開幕こそ好調だったものの、次第に負けが込み始め、ディフェンスコーディネーターのテリル・オースティンがシーズン中に解雇される。その後、AJ グリーンの負傷などもあり、3年連続でプレイオフを逃し、 地区再開に沈んだ。マービン・ルイスは契約を一年のし引退を表明した。公認としてロサンゼルスラムズで QB コーチを務めていたザック・テイラーが就任した。2019年開幕から低空飛行を続け11試合終わったところで全敗となった。最終的には2勝12敗の地区再開かつリーグ再開となるも、 翌年のドラフト1位指名権を獲得した。2020年 NFL ドラフト全体1位でルイジアーナ州立大学の QB ジョーバローを指名した。バローの入団直後の5月2日、アンディ・ダルトンをダラスカウ・ボーイズへ放出した。成績は振るわず、地区再開でプレーオフを逃した。1968年にチームが結成された際、ユニフォームは クリーブランド・ブラウンズのものをベースとした。ポール・ブラウンはアートモデルオーナーに解任された時点では用具の所有権を持っており、それを新チームに持ち込んだ。ブラウンズのチームカラーがオレンジ、茶、白を基調としたものであったのに対してベンガルズはオレンジ、黒、白を基調とした。ヘルメットはベンガルズと左右に入っていることを除きブラウンズのものとほぼ同じであった。 1981年チームのユニフォーム、ヘルメットはオレンジと黒の縦縞となった。公式マスコットはベンガルトラのフーデーである。新シシティ・ベンギャルズが本拠地、ポール・ブラウン・スタジアムを中心に活動している。チームのサマーキャンプはケンタッキー州ジョージタウンにあるジョージタウン・カレッジで行われている。 一度対戦二度対戦1968年から1991年まで在籍したチームの創設者で元ヘッドコーチのポール・ブラウンも殿堂入りしているがチーム設立前の1967年に選出されたためベンガルズでの成績としては認められていない NFLMVP ルーキー・オブ・ザ・イヤー最優秀コーチ2007年チームの40周年を記念してファン投票によって オールタイムチームを結成した。ありがとうございます。